大足類の神経系略図はし、固形神経系は動物の神経系の主要な型の一つである。中枢神経として体を前後に走る神経策が一対あり、それらが左右の連絡でつながって前傾がほぼはしご形になっている。大切性との関わりが深いと考えられてきた。動物の神経系には様々なものがあるが、 その大まかな形はいくつかの類型にまとめられる。その大きな一つがこのはしご形神経系である。これは中枢神経として体を前後に走る神経柵が左右一つあって、そこに一定間隔で神経節があり、それらが左右の神経連絡によってつなぎ合わされているというものである。つまり縦の神経柵二本が一定間隔で横の連絡を持ち、 全体がはしごの形に見えるというものである。この方は大切性との関連が強いと考えられてきた。大切性では個々の大切に主要器官が皆揃っていて、それが繰り返されることで大きな体が形作られると考える。神経系にそれを当てはめれば個々の大切に神経節があるべきである。神経作が左右一体あるのは無脊椎動物では、 珍しくないから、そこにこの理念を結びつけると、はしご形ができる。しかし、実際には、はしごらしい形が見て取れるわけではなく、重層する、神経柵が、ごく近接する例や、互いに融合する場合が少なくない。従って、むしろ概念的な意味での形を示した言葉と見た、方がいいであろう。また、大切がない動物でもはしご形か。 それに近い神経系を持つ例もある。はしご形か、それに近い神経系を持つとされる動物には、以下のようなものがある。なお、変形動物の神経系は、カゴ状神経系と言われるが、これをもはしご状という場合がある。多毛類の神経系大前端部体節制が、最もはっきり見られるのは、関係動物においてである。はしご形神経系についても一応はそうであるが、 かなりの変形も見られる。多毛類の場合、主要な神経は覆面に位置腸管の下の体壁内側を前後に走る、腹神経柵がある。その前端では、口前用に脳があり、その側面後方から、消化管の下をくぐるように覆面に、陰頭神経連鎖が続く。ここから、体の後方に腹神経柵が伸び、体節ごとに神経節があって、左右のそれをつなぐ。 神経連絡が見られる。ただし、この原神経策は、体の中央寄りに重層しており、互いに融合している例が多い。したがって、実際には梯子形に見えるような構造が見られない、ことも多い。各大切の神経節からは、体の外側へ神経が伸び、その先にイボ足神経節というのがある。群によってはこれにも縦の連絡があり、こちらもはし状になる。 ミミズ類、ヒル類でも基本的にははしご形であるが、腹神経柵は極めて密接に並んでおり、往々にして共通の鞘に収まっているので、見かけ上は一本に見える。ユムシ類は関係動物に関わりが深いとされるが、神経系は動部には腹神経柵一本だけとなっている。ただしその内部では神経細胞の束は二つに分かれており、また、妖精では これが一体の神経作に、術状に神経節が配置した姿で見られる。昆虫の神経系も四図節続動物では、関係動物に似た大切性と、そこからの発展としてのことき大切化が明確に見られる。神経系についてもそれが当てはまる。一般に、頭部は口の前後の複数体節が融合して形成されるが、神経系においても脳は、 複数の神経節が融合して形成される。ここでも口の後方では、数節分が融合している例が多い。そこから食道を囲んで食道神経管があり、そこから体の後ろに一体の腹神経索が伸び、各大切に神経節と横の連絡がある。これがはしご的な部分であるが、実際には互いに接近している上、神経節の部分では互いに密着している例が多く、 はしご形であることは、それらの間の部分で、そこに感激があることで、判断できる程度である。大足類など同期大切的な性質の強いものでは、この部分が長く、はしご形が、比較的強く残るが、甲殻類や昆虫、雲蛛型類では、神経の集中が、より強く、はしご型の残る部分が少なくなっている。接続動物に近い形質を持つと同時に異質な、 面がある動物は、有爪動物とカンフ動物という、節足動物と共に、反節足動物を構成する動物門がある。かつては、独立した動物門とされた、下虫は、後に、節足動物の甲殻類に分類されるようになった。しかし、節足動物として下虫の構造は、かなり特殊化しており、ここでは便宜上に、節足動物から分けて記述する。 これらの動物群の神経系を見ると、明確に、節足動物らしいはしご形神経系を持つのが、クマムシ類である。脳とそこから後方に続く、神経柵には、足の体と同じ四体の神経節がある。下ムシ類では規制性のために、神経系は、対価的である。中枢神経は前方にまとまっているが、ところどころでその中央に、裂け目があり、元は、 左右一体であったものが融合したことが伺える。これに対して、カギムシ類では、はしご形に近いものの特殊である。脳から後方へ伸びる腹神経作は、体の覆面両側を走り、それらの間を横の神経連絡がつないでいる点では、はしご形なのだが、この連絡の数が非常に多く、各関節あたりに9から10本もある。軟体動物では、 基本的な構造としては、関係動物に近い神経系を持つ。つまり、就職道神経管から後方へ、神経索が体を成して伸びる形である。ただし大切ごとに神経説があるのではなく、神経説は、口の上、口の下、及びその後方に4体あるのが、基本の形である。神経索はにつやあり、各所で横の連絡を持つから、 全体としてははしご形に近い形である。大板類と無板類ではこの基本型に近い構造が見られる。大板類の場合、口の後ろで消化管を取り囲む就職動神経管から体の後方へ走る神経策は体の左右に2体ずつあり、外側を側神経幹、内側を足神経幹という。これらの間には互いに横の連絡を取るように、 神経連合が発達するため、全体としては三本の梯子を密着させたような形をとる。なお、短板類の場合、内側の足神経幹の体の間には連絡がないため、左右に一体の梯子が並んだようになっている。このことは、大板類の殻やエラ、体表の毛の配列にも大切的な特徴があることと並んで、 南体動物が大切性を持つ祖先から由来したとの考えの基礎となった。発生面では関係動物との共通点が強いこともあって、このことはほぼ定説的に考えられたこともある。しかし、その後の系統学的検討からは南体動物の祖先が大切を持っていたとの判断は出ていない。むしろ無脊椎動物の多くで体軸方向に走る神経策は 左右に体を成す例が多く、両者の間に連絡ができた場合、はしご形になってしまう、という風に見た方が良いかもしれない。複足類の神経系略図なお、これ以外の軟体動物では、体軸方向に著しく短縮化が生じており、神経系の形が大きく変形している。腹足類の場合、頭部付近の口玉神経節、脳神経節あたりまでははしご型の形がある。 程度維持されるが、以降は短縮され、また多くの群ではこの間にねじれを生じて、形が複雑になっている。毎イ,イ類では、足神経幹の間のはしご状が、わずかに見られる場合もある。二枚貝類では四体ないし三体の神経節とその、間の神経連鎖が見られる。堀り足類でも、神経索が、ごく短縮しているものの神経節の配置はほぼ、認められる。 この他に腹毛動物と動粉動物では、覆面側に体を重装する一体の神経柵があり、特に動粉動物では神経節の大切的な配置が見られる。ファーブルは、狩バチが幼虫の餌となる昆虫を殺すのではなく麻痺させていることに気がついた。そこでその獲物の捉え方を観察し、神経節が特に集中している場所を指してその、 昆虫を麻痺させていることを見出した。そこで神経節が集中していない昆虫、例えばイモムシを餌とする種ではどうかと調べたところ、頭からすべての大切に針を順番に刺しているのを確認し、獲物の神経系について非常によく知っていると感心している。なお、神経系の集中している場所は頭部から胸部の間の覆面が多いから、蜂は 昆虫の頭部と胸部の間の腹側に針を刺す例が多い。ところが、相手が肉食性の強いものの場合、相手の顎のそばに近づかねばならず、なかなかに危険である。日本では、半苗の幼虫を狩る、ツヤアリバチがこれを行い、しばしば失敗して逆に獲物にされるという。クモを狩るものでも、この点では似ており、往々にして、クモの正面から顎の下に飛び込まねばならない。 一部で無脊椎動物が頭を切り落としてもなかなか死なないことなどを指してはし、固形神経系であるためという言い方をされていることがある。例えば、蜂は腹部だけになっても刺す能力があり、これははしご形神経系であるためといった風であるが、これは必ずしも関係ない。はしご形神経系では体中に神経節があるため、 それぞれ独立に動けるのだ、との判断であろうが、これは単に神経系の上での機能の配分の問題である。感情神経系においても、脳だけでなく、脊髄も中枢神経であり、それなりの中枢としての機能を持っているのが普通である。カエルの場合、脳を切断した、いわゆる脊髄ガエルは水に浸せば、足をかいて泳ぐし、背中に酢酸を染み込ませた。 ロシ編を載せると後ろ足を操って、これを書き落とす。ありがとうございます。